こんにちは、福山一恵です。今回は新藤おふくろの味の本のカウンセリングのまとめ編、30分でお送りします。先生のお話聞いてくださいね。はい、今日はですね、羽室頼明さんの新藤のおふくろの味の本のカウンセリング、はい、ね、それで少しちょっとお話ししようかなと思ってますね。はい、お願いします。で、この、新藤おふくろの味という題なんですけど、この羽室頼明さんという方ね、もう残念ながら亡くなってしまってるんですけど、奈良に春日大社であるんですよね、はい、でそこの、一番偉い宮司、その時の一番偉い宮司さんだった人ですね。で、もともとお医者さんです、はい、で本をたくさん出してくれてるんですね、でもうシリーズで、10冊以上出てます、これのこの新藤のおふくろの味っていうのは亡くなる前に書かれた、一番最後に書いた本ということですね、あとね、新藤の心とか新藤と日本人とか、そういうのの解説も、もう過去にやりましたね、はい、でこの新藤おふくろの味っていうのは、僕ももうこういうふうにいっぱい赤線が引いてありますけど、とてもいい本だなと思います、で、福山さんも最初の頃はね、新藤って言ったらその、何なのかなとか、宗教なのかなとか、神社のことなのかなとか、もちろん新藤、この人は春日大社の宮司さんだったわけですから、新藤という神道って言ったりもしますけど、の話ももちろんあるんですけど、一番分かりやすく言うと、いるかいないか、信じてるか信じてないか全く別物として、個人の自由ですから、神様の勉強の本というふうに考えてもらったらいいですね、神様のことが分かりやすく書いてあるんです、でそれは本当ですか嘘ですかっていうのは読んだ人が判断をすることだと思います、で僕はとても分かりやすくて、とても納得することが多いんで、何回も僕自身もその春日大社にも行ってみたこともありますし、こう写真も綺麗な写真いっぱい載ってますかね、僕は神社とかお寺とか、そういうところに行くのが好きなんで、福山さんにも勧めたこともありますしね、伊勢神宮とかね、春日大社とかね、行って、くれましたよね、一人旅とかね、でそういうふうに、娯楽という意味で僕は神社とかお寺に行くっていうのも全然間違ってないと思うんで、遊びに行けばいいと思うんですね、遊びに行くと人間の脳は快になるんですね、快不快の快っていうことですよね、で快になるとやっぱり気分が良くなるんですね、で気分が良くなるとエネルギー的には波動が上がるというふうに言われてるんですね、で僕はこの本を読んで少し分かりやすいですけど難しいところもありますけど、へーっていう感じで、神様、大体日本人だったら、あんまりこう神社に行ったことないとか、お寺に行ったことないとか、そういう人はあんまりいないと思うんで、神様の勉強をしたこともほとんどないと思うんで、この人みたいにこう割とこう中立的に書いてくれてる人、あんまり偏らずにね、もう振動がいいんですよとか、そういうふうには書いてないですから、読んでもらえば分かると思うんで、できるだけこういう本で神様の勉強、こう無意識にこう神様を信じたりとか神頼みしたりする人が日本人には多いですよね、それで当然世の中には悪い人がいますから、それを悪用して真面目な人を騙す人も多いですよね、そしたらやっぱり神様という
ものに関してやっぱり知識を持っとく必要があると思うんです、自分の身を守るために。うん、だからまあ何か願いを叶えるためとか助かるために神様のことを信じるとか神様の勉強をするとかいう前にですね、僕は仕事柄そういう詐欺師たちにですね、騙された人のカウンセリングをよく受けるんですよね。うん、やっぱりそういう時に僕はなんでこのね福山さんにその浜野さんの本も読んでもらってるかっていうと、やっぱり今後絶対騙されてほしくないわけですよね。そして自分の子供さん、そしてお孫さんがねできるわけですから、でやっぱりそういう、まあ、特にお孫さんなんていうのは、こう浜野さんの本にも書いてありますけど、おばあちゃんっていうのはなんで長生きするようになったのかって言ったらね、孫の教育をするためだっていうふうに言ってる学者さんがいますよっていうのを浜野さんが紹介している本のシーンがあるんですね。で僕はそれ読んだ時本当そうだなと思いました。うん、僕もちっちゃい時に、母方とか父方ね、特にまあ母方のおばあちゃんがよく行き来が多かったですから、でずっと何年か、一緒に住んでたこともあります。だからおばあちゃんにいろんなことを教えてもらったり、今でも覚えてるので、僕が高校の1年生か2年生の時に胃潰瘍の一歩手前ぐらいになった時があったんですよ。でその時にもう痛くて寝れなかったんですね。そしたらたまたまおばあちゃんがいたんです、その時。そしたらおばあちゃんが僕のお腹をずっとさすってくれてて、で知らないうちに寝てたと。ね、他にもいっぱいおばあちゃんの思い出っていうのはあるんですけど、まあもちろん母親とか父親の思い出と同じように、やっぱりおばあちゃんの特にね、まあおじいちゃんの思い出もありますけど、まあ特におばあちゃんの思い出っていうのは、僕はすごく多いんですね。母方のおばあちゃんも父方のおばあちゃんは年に1回かぐらいしか会わなかったですけど、それでもやっぱりいろんな思い出がね、ありますし、ですから、その時には神社に連れて行ったり お寺に連れて行ったりした時にね、仏さんの話とか、観音様の話とか、神様の話とか、ここの神様はねってこれなんだよとかね、例えば淡路島であればイザナギさんとイザナミさんなんだよとか、伊勢神宮に行けばね、アマテラスさんなんだよとか、そういうことを知ってて、でこれ浜野さんというのはですね、実はですね、紹介してはないんですけど、子ども向けに絵本も書いてるんですよ。で絵本もまた例えばアマゾンとか、そういうところで買って、プレゼントするとかね、そういうこともまあできるんじゃないかなと思いますよね。でまあ、そういう時にはやっぱりまあ娘さん、ね、いずれ子供さんができた、お孫さんができたので、娘さんの子供さんなんで、一応、こういう本があるんだけど、で後ろを見て、もともとお医者さんだから怪しいものでも何でもないし、絵本で、あんたが嫌だったらあげないんだけど、もう幼稚園とか小学校2年生だから、これあげたいんだけどいいかなって聞いて、それでいいよって言ったらあげたらいいと思うんですね。やっぱりこの宗教っていうのは自由なんですね。だから一人一人が自由なんです。だから押し付けちゃ絶対いけないんですね。で良かれと思ってこういう神道の本であるとか、例えば仏教の本であるとか、キリスト教の本であるとか、そういうものっていうのはこう簡単に聖書とかね、プレゼントしちゃダメなんですよね。そういう時はやっぱりちゃんと配慮して、だから親だからって言って子供が、親が知らない宗教とかに入っているケースもあるじゃないですか。
でそれは悪くも何ともないわけですから、まあ、騙されてたらそれ話は別としてね、うん、それが真っ当なものであれば全然問題はないわけですから、その辺はやっぱり、まあ、こういう本をその人に紹介する時っていうのは、普通の本を紹介するよりも少しちょっと配慮しなきゃいけないっていうことですよね、うんうん、で隠す必要はないですよね。神道っていうのも、うん、なんていうか法律的には宗教ですから、うんうん、でこれ宗教でしょって言われたら違うよっていうのは間違いなんですよね、うんうん、だから例えば手塚治虫さんのブッダっていう漫画があるんですよね、うん、シリーズで、であれも宗教でしょって言われたら、うん、うん、そう、それの一つだと思いますと、うん、うん、でもそれだけじゃないと思いますと、うん、だから一回読んでみたらっていうふうに、僕はブッダっていう漫画は、うん、日本人にはね、普通の日常生活の中で仏教というのがもう完全に入り込んでるじゃないですか、普通の日常生活の中に、法事であるとかね、お盆であるとか、うん、そしたら何にも知識なくその法事とか、うん、そういうのをするよりも、ね、やっぱり漫画でいいんで、うん、日本の漫画っていうのはアニメっていうのはものすごい教養レベルが高いですから、うん、ね、まあ、仏教に関してもああいうのは読んでみるとか、うんうんうん、そういうことも必要じゃないかなと思いますよね。でそれの、まあ、神道版、まあ、いわゆる神様ですよね、うん、版としてこの本を、まあ、僕はぜひとも読んでもらいたいなって思いますよね、はい、うん、それでついでになんです、はい、僕の個人的な考え方なんですけど、神様の勉強ばっかりしてたら偏るんですね、うん、僕は神様の勉強と一緒にいるかいないか別です、うん、信じる信じないは別です、うん、悪魔の勉強をぜひとも一緒にしてもらいたいということを常々言ってますよね、はい、うん、で神様の勉強も大事なんですけど、僕はこの悪魔の勉強っていうのがもう本当に大事だなと思って、うんうん、でこの前の、YouTube で出してくれてましたよね、はい、うん、で僕がまあ悪魔の勉強するときに、はい、一番おすすめしているのがこのナポレオンヒルさんの悪魔を出し抜けですね、はい、で僕はこれはぜひともこの羽室さんの神様の本と、うんうん、まあ、セットで読んでもらったら、はい、まあ、悪いやつから騙されることが少し防げるんじゃないかなと思うんですよね、はい、うん、でもちろんその、まあ、今その自己啓発という分野があるんですよね。本屋さんなんかに行くと自己啓発って書いてあって、うん、まあ、こういう羽室さんの本もそこに置いてある書店も本屋さんもあれば、うん、その宗教のところに置いてあるところもあって、この悪魔を出し抜けなんていうのは自己啓発っていう分野のところに置いてあります、うん、で自己啓発っていうのはブームというかも当たり前なんですよね、うん、あれっていうのはアメリカから始まったんですね、うんうん、でアメリカでブームになってそれが日本に来て、うん、それから日本でもすごく広がったってね、うん、で、まあ、このナポレオンヒルさんとか以前一緒に勉強したデール・カーネギーさんであるとか、うん、そういう人たちがその自己啓発という分野の、うん、まあベストセラーの代表的な人たちなんですね、うん、でもちろん本を出すのは誰でも自由ですし、ある程度成功したら本を出しますから、うん、ね、いろんな本があるんですね。で神様の勉強をもししようと思った時にはですね、うん、やっぱり僕はそのこういうふうに神主さんとか、まあ、例えば仏教の勉強しようと思ったらその、うん、普通にそのお家の宗教ってあるじゃないですか、その、昔からあるね、その浄土真宗とか真言宗とか、そういうところにお寺が日本全国にあるじゃないですか、でそういうところの、まあ、有名なお坊さんが書いた本であるとかね、そういうものから先に読んだ方がいいと思います。っていうのはやっぱり成功した人はですね、アメリカでもヨーロッパでも日本でもそうなんですけど、結構こうなんていうんですかね、こう
スピリチュアル系というね、そういう系のことを結局最終的には書く人がほとんどなんですね、まあ多分そういうことを認めている人が多いんだと思います。認めてるから成功してるのか、成功したからそういうふうになるのか、ね、僕にはよく分かりませんけど、でもそういうその神様のことをこう大体こういう本から読み始めると、他の人たちの書いた神様のこともすごく気になってくるんですよね、例えば、ね、以前読んでもらった斎藤ひとりさんなんかも神様のことをよく書いてますよね、で他にもたくさんの人たちがいます。で何が合ってるか何が間違ってるかっていうのはそれは誰にも分からないです、だけど僕はその勉強っていうのは少々面白くなくてもですね、本職の人の本からまず勉強した方がいいんじゃないかなと思いますね、これは自力で勉強する人のために今話してます。例えば福山さんのように僕から教えてもらってる人っていうのは、まあ僕の場合は福山さんだけじゃなくて僕が教えてる人には面白い本から教えました、楽しい本、分かりやすい本、で斎藤ひとりさんの書いてくれた本からまず教えました、だけど自分でこの YouTube を聞いてくれてる人がもし自分で、ね、神様は、毎年神社行ってるけどそういえばと思って、自分で自力で勉強しようって思う人だったら、まずはこういう羽室さんの本から読んでもらった方がいいんじゃないかなと思いますよね、そうしないと、やっぱり人間っていうのは生きてるうちにその自分の考えと似てるものを信じるんですね、そしてそれを正しいと思うんですね、それともう一個面白いものを信じるっていう、やっぱり脳というのが貝が好きなんで、面白いものを正しいとか信じる癖が脳にはあるんですね、で面白くないものは嫌だとかしんどいとかいう癖があるんですね、だけどやっぱり知識っていうのは必ず役に立ちますから、自分の身を守るために、やっぱり少々面白くなくても僕は羽室さんの本から、で羽室さんの本は他のそういう本職の宮司さんとかお坊さんとかが書いた本の中では僕はものすごく分かりやすいと思って面白いと思うんですけど、やっぱりまあ面白いもともとユニークな人ですよね、斎藤ひとりさんなんか代表ですよね、そういう人が書いた本よりはもうとてもじゃないけど難しく感じるんですよね、だけど一冊でもいいからまずこっちの本読んでね、でまあいろんな本読んでね、あんまりこう成功してる人だから、本職の人だからって言ってこう盲目的に信じないことです、常に僕いつも福山さんに言ってますね、常に僕のこともですよね、常に正常に疑ってくださいと、もちろん自分のこともね、こう信じいい人で真面目な人って人を信じすぎて不幸になった人が多いんですよ、人を信じることは大切なんですけど、それと同じぐらい、もしくはそれ以上に幸せになるためには僕は人を疑うことっていうのが大切だと思います、そして特にカウンセラーをしているとですね、人を疑うということがなかなかできないんですね、悩んでる人とか不幸な人っていうのは、そりゃそうですよね、もう誰を信じていいか分からなくなってるんですよ、もう自分の親から旦那さんからもう兄弟から子供から孫から、近所の人から職場の人からもう誰を信じていいか分からなくなってるんです、で僕はね、分からないんだったら無理して信じる努力をしなくていいと思うんです。逆の発想で疑う努力をすればいいんですよ、この人はどこが冷たいんだろう、
ね、この人はどこが冷たいんだろう、うん、この人はどこが冷たいんだろう、うん、そして最後の方では必ず自分のどこが冷たいんだろう、うん、ね、これ順番大切ですよ、うんうん、自分の悪いところから先に探さないでくださいね、うんうん、自分の悪いところは最後でいいんですよ、うん、人の悪いとこ探してから、うん、ね、そしておまけとして、うん、自分の悪いところも探す、うんね、そうすれば、ね、昔日本のなんていうかことわざじゃないですよね、うん、人を見たら泥棒と思えっていうね、うん、言葉があったんですけど、僕 ね、うん、あのね、もう僕のところに相談に来てお金まで払って相談してるような人はですね、うん、もう誰見てもね、うん、あの悪いやつだって思った方がいいです、うん、ね、だから僕さっき羽室さんの本、ね、うん、ぜひって言ったんですけど、僕は羽室さんの本読む前に、うん、これ悪魔の本で悪魔の本職の人っていないんですよね、この世の中に、うん、ね、だからもうそれはもうちょっとしょうがないんで、この悪魔の本、悪魔を出し抜けっていう本から先にあの勉強した方が僕はいいだろうなと思いますよね、うんうん、だから福山さんが YouTube とかブログとかでもしこう、うん、まあ、ブログは少し書き足したりとかね、 YouTube は言葉で言う時っていうのはこっちの方から読んでもらって、うん、後にこっちの方を読んでもらったらっていうふうにね、うん、こっちこっち言ってもあの聞いてる人は分かんないですね、うん、悪魔を出し抜けを読んでからね、新藤おふくろの味を読んでもらうといいですよ、うん、その後に斉藤ひとりさんの本を読んでもらうと楽しく分かりますよ、うんうんうん、でも全員を正常に疑ってくださいね、うんうん、人間っていうのは、うん、人間で生まれている以上はですね、うんうん、これ本書いてる人人間ですよね、うん、人間は全ての人が、うんうんうん、過去の人も含めて、うん、今の生きてる人も含めて全ての人間が未熟なんです、うん、絶対に間違いがあるんです、うん、だから盲目的にその人の言ってることを相手が誰であろうが、ね、100% 信じるということは絶対に間違いだと思っておいてください、うん、未熟だから成長できるから、その成長のところで喜び幸福というものを感じるというのが人間のいいところなんで、誰かを、ね、盲目的に信じるなんていうのはダメではないですけど、うん、ね、あの不幸になる確率が高いと思いますよ、うん、でこの前誰だったかな、福山さんだったっけな、うん、誰かは忘れちゃいましたけど、うん、じゃあ誰を信じればいいんですかって聞かれたんですよ、うん、それは自分ですよね、うん、自分を信じるんですよ、うんうん、だって自分を信じて自分が間違ってたってそれは自己責任じゃないですか、うん、自分に騙されたって自分が、うん、でも人に騙されたらもう元も子もないですよね、うんうん、勉強っていうのは幸せになるためにするのが大人の勉強なんです、うん、本当は子どもの勉強も学校の勉強もね、幸せになるためにするんですよ、うん、それをもっともっと先生が、うん、あのはっきりと言ってくれたらみんなもうちょっと勉強したのになって思いますよね、うん、だって僕なんかね、うん、中学生の時に僕いつもよく話しますけどね、うんうん、どうしたら女の子にモテるのか、うん、ね、これはね、自分を分析して、うん、中学2年生の時にですね、うんうん、スポーツはやってもそこそこだなと、うん、外見ももう整形しないとピカイチの男前にはなれないなと、うん、スポーツあでそうなった時に性格もなんか分かりにくいなと、うん、で一番女の子が全員とは言わなくても分かりやすいのは何なのかなって思った時にやっぱり学校のテストの成績だったんですよね、うん、で僕はどれぐらいのテストの成績を取っている人が一番女の子と話しているのかっていうのを学校に行ったら研究するのがあの中2の時の僕の本業でした、うん、クラスで あの子ああ野球部 あのピッチャーのスターねって、あ、うん、無理無理って僕は無理、うん、
ああサッカー部、ああ無理無理とか、ああの子なんかバンドしてる人だよな、なんかすごくギターがうまいんだよな、あ自分無理だ、おあの子、あの子別に取り立てて何も、あの子割と成績いいよなと、何番だったっけなって考えて、クラスでまあ何番、全体で何番、そういう人が結構いたんです。人数的にはスポーツで人気のある、まあ芸術で人気のある、外見で人気のある、それと匹敵するぐらい成績で人気のあるっていう子が意外といたんですね。まあ、あと大人になってから気づきましたけど、女性というのは頭のいい人が好きだということは間違いないみたいですね。だから女性の場合は子供の時からね、中学高校の時から大学の時からね、専門学校の時から社会人の時から割と頭のいい人が好きみたいなんですよ。で僕はその時はそこまでは頭が回らなかったですけど、何番になれば女の子と話ができるんだ今よりもねっていうことを考えて、そして何人かの人に何番なのって聞いてね、そして何番何番何番、あここか、何点ぐらいなのって聞いて、でこうで、ああなるほど、その時の自分の点数と程遠いなと思ったんですよ。うわ嫌だな、もう世の中で一番嫌いなの勉強やのにって思って、だけど僕の場合はね、心を入れ替えてモテるためだけに一番嫌いな勉強というものを中学2年の時から始めたんです。そして成功してうまくいって、高校の時も続けて大学の時も続けて、ね、調子に乗って大学院まで行っちゃいました。そしてもっともっと調子に乗って大人になっても本を読むということをやって、じゃあどうでしたかって言ったら、普通の人よりもやっぱりモテてると思います。ということは幸せになれるんですよ。いろんな幸せって種類があると思いますけど、僕の場合はやっぱり女の人と話ができるっていうのがね、僕のことをあんまり嫌がらない っていうのが僕にとっての幸せの一つですからね。では僕は大人になってから気づいたんです。勉強ってやっぱり幸せになれるんだなって。で、大人になってもやっぱり勉強はした方が絶対いいなって思って、ね、みんなにも本を勧めたり、そして分かりにくいんで勉強っていうのは僕なりに教えたりね。そしたら福山さんとかでもずっとね、もう2012年から本を読んでくれてるんで、12、13、14、15、16、17、18、19、もう9年目ですよね。ものすごい量の本読んでくれてますよね。で、僕は見てる限り確実に福山さん幸せになってると思います。で、そういう証拠もたくさん出てます。そしてその証拠もブログにいっぱい書いてくれてます。ね、そして時代がね、YouTube というものに変わってきました。で、YouTube を見る人がすごく増えてます。で、すごくいいブログが多いと思うし、たくさんの本もいい本も紹介してくれてると思うんで、この羽村さんの本だけじゃなくって、で勉強したら幸せになれるということ、そして私が幸せになりましたという証拠、それを YouTube で紹介してブログを読んでもらって、できれば一人でも多くの人に本を読む。で、そういう時に、まあ、今日本の話もいっぱいしましたよね。こういう音声ですよね。音声をですね、僕は福山さんたちにもし YouTube してくれるんであれば、3分以内で1個ずつその配信してほしいってお願いしてますよね。自由にしていいから、時間だけはまあ3分以内にしてほしいと。これ何でかっていうとですね、寝る前に、それとか朝に、この3分だったら毎日聞けるじゃないですか。で、この音声っていうのはものすごい情報量があるんですよ。その読むよりも、で3分聞く方が、3分間本を読むよりも莫大な情報量が脳の中に入るんですね。
でこう寝る前っていうのは一番その潜在意識が働きやすい時間帯に入ってくるんですね、うん、潜在意識って無意識なんで、うん、意識がはっきりしてない時の方がこう眠い感じの時の方が情報が入ってくるんですね、うん、だからもし潜在、ね、不幸な人っていうのは潜在意識のプログラムだと僕は思ってるんで、うん、福山さん自身も、ね、今よりももっといいプログラミングを潜在意識のプログラミングをしたいんであれば、うん、この僕の音声を寝る前に、ね、うん、3分聞くと、うんうん、いうことを続けてもらえば僕は潜在意識の書き換えはできると思ってます、うん、経験上、うん、で本を読む時間がない人は、うん、福山さんのこの YouTube を聞いてもらうとか、うん、紹介してあるブログを読んでもらうとか、うん、まあ、特にこの YouTube を聞いてもらう、うんうん、それをぜひやってもらうだけで、うん、不思議と自分の考え方とか行動力とかそういうものが変わってくるんで、うん、ぜひぜひ試してもらいたいですね、はい、はい、今日はこれで終わりです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あなたも私のようにこの YouTube を毎晩3分でいいから聞いてみて潜在意識の書き換えをしてみてはいかがでしょうか。私も効果が出ていますのでよかったら試してみてくださいね。最後にチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回をお楽しみに。福山一恵でした。